さあでは行きましょう。見たことない実が、あ、これ7しか、いや、まあいらないですよ、いらないですけど、一応ね、まとめて木の実できひんしさ、ポロックとかも10個とかできたらいいんすけどね、マジで。私の大事なポケモンちょっと見なさいよ。 S やなー、あー S 感あるなー。あ、隠れ音捕まえたんや。よう頑張って捕まえはりましたわ。いや、めんどくさいよこれは。変色してしまいよるからな、騙し討ち。電気タイプになった。舌で舐める。食う。お互い麻痺、恥ずかしいな。シャローンオン。いける。うわ、効かね。鋼タイプになっちゃった。締め付けられた。締め付けるのダメージを受けている。へえ。アイアンテールは当たらんよね。締め付けのダメージを受けている。まあ強いですね。 OK、 核レンジャーを倒してハブネーク。ハブね、ちょっとでも危なくなってきてるから、モヒーゴの出番が多くなるかも。かっこいいですよねこいつ。濁流に飲み込まれるがい。オッケー、よし。まあちょっと本気出しましたわ、確かに申し訳ない。あ、よし、俺たちも送り火山に向かうぞ。送り火山絶対お化けやん。いや、ギリ打ちて、あ、いけるな。なんかポケモンの柄、モンスターボールの柄がついてるんすよね、あそこ。関連の施設やで、これ、ポケモンの。先輩と後輩。おー。久しぶりに見たな。なんか久しぶりに見たぞ。パッチール結局進化してないやん。濁流に飲み込まれるがい。ケッキング強。あ、眠気を誘うやつ。大丈夫か、カミナ。大丈夫やけど、混乱、麻痺、混乱もむちゃくちゃ。まあそうだね。濁流に飲み込まれるがい。よし、気持ちいい。両方に入る感じ気持ちいい。めっちゃ怠けとるよ。眠気が来るまでに倒そう、モヒーゴ。てんねん、こういう時だけ麻痺出えへんねんな。眠気きた、眠気きたわ。しかしだ、二人いるこのチャンスを生かしていく。二人いるからね。麻痺しててもモヒーゴの目を覚ましてあげることはできる。レッドビーム、ゆちゃん。よし、じゃ経験値もらえた。チタローンレベル32、防御79まで上がってるわ。すげえ、すごいな。チタローン来たー、来たー。32。さあどうだ、いかつくなりすぎないように。大丈夫そう、大丈夫そう。かわいいかわいい、好きな見た目。コドラって言ってるやん。こう言うても出るもん。これ絶対行くわ。ほら、
絶対行く。ここ通信が必要な可能性あるかな。オードラになるって。オドラになるんやわ多分。メガドラとかちょっとゲーム気の感じですけど、栄養満点の湧き水をお腹いっぱい飲むことで鋼の体が鍛えられる。美味しい湧き水の近くに巣を作る。そんなイメージなんや。へえ、ちょっと強さ見たいですね。やったー、ちょっと強そうやんけマジで。うわー、防御が105を超えてきました。攻撃も強い。よし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 、ちょっと狙ってた感じできたわ。これはもう持っていこう。嬉しいな。珍しいポケモンたくさん。サファリゾーン、あ、サファリゾーン行けみたいなこと言ってたな。サファリゾーンようこそ。ここで方園ではなかなか見ることのできないポケモンを自然の姿のまま目にすることができます。捕まえることもできる。ちょっと回復初めてです。30個のサファリボールを使ってポケモンを捕まえる。あ、そうなんや。なるほど、500歩歩くとダメなんや。うわ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 、いやちょっと待って、回復してからの方がいいっすよね。下にさっき街っぽいのがあったから。そんなレアなやつがおるってことなのか。なんかあっちにもお宝が。ああ、こいつおるんやね。弱まる、ちょっと気にはなるんすけどね。こいつを飛行タイプって読んでいいのかどうか。飛んではいないよねこれ。こいつも、あ、弱まるじゃない、夜回るや。夜回り先生やね。夜回り先生として進化していくのか。歌舞伎町やね、だからこの先にあるのは送り火山。寿命を終えたポケモンたちの魂が祀られるところ。ちょ待って、ポケ捨てがないやんか。いや、イギリも使えへんしな。誰か使えるチタローン使えへんのかな。入れたくないか。でもいや、イギリ誰か無理か。チタローンいけんねや。いや、もうしょうがないな。チタローン行こうか。鉄壁ここまでも隠し持ってきたけど行きますわ。やっぱいるわ、いちいちめんどくさいもん。やっぱピーミョーイ、まあ、ノーマルの技1個ぐらい置いといてもいいしね。ピーミョーイ、ちょっと一回地図も見させて。街がないのがつらい。近くにミナモシティが近い。そっち先行こう。それだ、こっち歩いていけばミナモシティなのか。ここはサファリゾーンではないですよね。サファリゾーンめっちゃ楽しみなんで。何取ろう。そこでいいやつ来たらいいな。まあ、レアものはおるんでしょうね。なんか前もサファリゾーンみたいなところでラッキーはサファリゾーンにおったんじゃなかったか。ラッキーってあの卵持っとるやつ、あいつサファリゾーンの住民じゃなかったか。先に回復に向かおうか。これなんもないけどな。なんかアイテムでもある感じか。意味がないんですよ。ということは何かあるってことやんね。ないんかい。そうないんや。
たミナモスティ。よし、町の外れの入り江におかしな洞窟があるの見た。お、なんか入り江に洞窟、なんか誰かなんかそんなこと言ってたような、それはそれでレアなやつがおるんじゃないか。なんか言ってたような気がすんな。どれだけポケモンがいるのかな。いつの日か海を越えて遠い国の人とポケモン交換したいな。近頃人のポケモンを奪ったり隕石を横取りしたりするろくでもないやつらがいるらしいな。おんね。あ、ちょっと待って、マリル、マリボーをちょっと引退、ごめんなマジでマリボー、すごい上位互換手に入れてしまったから、マリボーごめんな、こっち見てっけど預ける。なんかこっち見とったな今、ごめんな。やっぱなスペックがな、スペック中やからな、ごめんな。なに、あ、いた女の子、ミナモデパート。あら、ユウオくんもお買い物。私ぬいぐるみとかポスターいっぱい買っちゃった。ほう、ユウオくんがポケモン育ててるか心配だな。よし、やりましょう。なめんじゃねえぞ。大スバメ31。あーもうほら噛み合ったわ、ごめんなさい、噛み合っちゃいましたわ、噛みなんだけに。嘘でしょ、うわ2回やられるとちょっと一気にうっとしさが増すな。ほら当たらない。3回目、じゃあ切り替えて必中でいきます。必ず当たるっていいよね。 K ドンメル、ドンメルな。あの強いやつはモヒーゴで相手するか。攻撃の反動を受けた。あるね、突進ね。よし、全然ちゃんと育ててへんやん。あ、ジュプトル、ジュプトルはモヒーゴで。人に偉そうに言っといて全然ちゃんと育ててへんやん自分。ほんと育てたらんと。さあ冬眠しやがれ、全然育ててへん。もう同じパターンばっかやし。吠える子も絶対行くと思うねんな、もう一個。全然育てきれてないやん。この野郎！効果は抜群だ。OK。いかんと、もっといかんと。よっしゃ、さあミシロタウン、ここはいっぱいデパートっぽいよね。あちこちの純バッジを集めてポケモンリーグ挑戦するの。じゃあ私ユウオくんがバッジを集めている間にポケモン図鑑を完成させちゃおう。みんな空を飛ぶ当たり前使ってるやん。みんなも美術館ポケモン名画展開催中。じゃあ買い物しますか。みんなもデパートです。ポケモンくじ抽選コーナー。はあ、ポケモンくじを引いていただいています。引いたくじとナンバーとお客様のポケモンの ID が合っていましたら素敵な商品をプレゼント。あったなこれ、なんかこういうの絶対合わへんやつ。無理やろ。19630です。ポケモン死ぬほど持ってたら可能性あるってことか。すべて外れのようです。サザエさん、マリルリに何か買ってあげる。マリリル、素敵な家具を買ってもらう。ちょっとお買い物見ようか。
とこでもありますね、このデパートは。まずは金玉を打ってしまって、何でも直しとかもう売ってる感じですかね。あ、満タンの薬来たわ。最終的にこれやねんな。で、ゴールドスプレー、ゴールドスプレーな、250歩。最終的にはいっぱい買うんでしょうけど、あー、何でも直し売ってますね。エネコの尻尾、遭遇した野生のポケモンから必ず逃げることができる。あー、なるほど。何でも直しはちょっと買っとこうか。せんべいみたいなやつ買いに行ってもいいんですけどね。お土産買ってんの偉いな。ちゃんと旦那さんにお土産を買ってあげる。毛があるんかな。あー、こういうやつ、ブロム なんちゃらテト キストさんとか、そう、インドメタシンとか、こういうやつね、上がるやつ、素早さが上がる。これはいらん。一時的系で、こっちが激薬系。はい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 。いや、まあ最終的に金が余ったら叩き込むって感じですかね。うん、道具を与えるのが一番。確かに手っ取り早いな。10ぐらい違うだけでもだいぶ違う感じですからね。技マシン全部、あ、技マシンやか。逆にここで売ってるものはもう忘れさせてもいいということになるよね。そのターンの攻撃を受けないが連続して出すと失敗しやすい。不思議な力に守られて特殊状態にならない。光の壁を作り物理攻撃のダメージを弱める。光の壁を作り特攻のダメージを弱める。いる感じがしない。大の文字で全てを焼き尽くす攻撃。あー、これ強かった記憶ある。大文字やこれ多分。顔貴族が使ってた気がする。雷を落とす、当たった敵を麻痺させることがある。雪を強い風に乗せて攻撃する、凍らせることがある。カットボ、ダメージは大きいが使うと次のターン動けなくなってしまう。絶対一発で倒すためのやつって感じだな。技マシンは全部で50種類。確かにね、攻撃の技か守りの技か、長い目で見たら守りの技もいいんでしょうけどね。基本的に早く倒すっていうのは大事な要素になってくんのよ。これ全部家具かな。家具っぽい、家具っぽいっすね。ここは売りがないもんね。めちゃくちゃ売ってますね。ないか、5階までもう来てるんか。ありそうなもので言うと、あ、もう上に自販機、サイコソーダとかが多分売ってるよね。はい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 。まあもういらん、もういらんかな。喉が渇いたな、自販機あるやん。掘り出し物市、いつやるのか決まってないのかな。テレビ見てても全然コマーシャルないんだよね。テレビでコマーシャルをやりよることがあるってことか。掘り出し物市っていうのが存在すんのかな。まあ技マシン、レアなやつとかそういうことですかね。さあ、水面美術館、ポケモン名画展開催中、画商です。はい、美術館に素晴らしい名画があると聞いたのですが、てんてんてん。ポケモンたちを描いた素晴らしい名画の数々をゆっくりご覧になってください。ただでいいんですか。膝にポケモンを乗せて微笑む美しい女性が描かれている。それ絶対ピカチュウやな。
風になびいて気持ちよさそうに揺れている草ポケモン。すごい絵がたくさん見られるし、館長も素晴らしい人だし、僕たち画家の間でも憧れの場所なんだよ。こう立像もあるな。古代の鳥ポケモンを彫った有名な彫刻のレプリカ。大きいモンスターボール。ポケモンの姿と知らない文字が細かく彫られてある石板だ。歴史を感じる。お、館長かこれ。はい、もう絵はご覧になりましたか？見ました。あなたはポケモントレーナーさんみたいですね。絵にも興味がおありですか？はい。絵がお好きですか？ではちょっと私についてきてくれませんか？はい。特別展示室。はい。絵が飾られていません。はい。いわゆる名画といったものとは違う絵を飾りたいのですよ。古い名画ばかりが芸術なのではありません。この展示室には今にもポケモンが飛び出してきそうなモダンで生き生きとした作品を飾ってみたいのです。はあ。生き生きとしたポケモンやそれを描いた素敵な作品に出会われるかもしれません。もしそんな作品に出会ったらその絵をここに飾れるようにあなたからお願いしてくださると大変嬉しいです。ほう。へえ。名画集めや。そういう絵を見つけたら壁に飾ってる絵とかってことやんね。多分想像で描いた伝説のポケモン。普通に生物画に見えるけど、美味しそうな木の実が描いてる。不思議な景色。木の実ですよね。ところどころ絵の具が剥がれてる。へえ。まあ確かになんか絵が飾ってあるなみたいなとこ見たことはあんねんな。あ、ん？入り江にある洞窟には近づくなよ。なぜって理由はどうでもいいんだ。大人の言うこと聞けよな。はい。技忘れじいさんの家来た。技忘れじいさんや。ポケモンの技を忘れさせることができるんじゃ。フラッシュを忘れさせたい。鬼太郎の やったありがとう。マジ助かるなこれ。技忘れじいさんは水面や。ちょっとメモる。まだ疲れそう。はい、オッケー。あ、カメレオンや。ポケモンは人間のパートナーであって決して人間の道具じゃないよ。そうやね。まあ、勘違いしてマリルの使い方、俺のマリルの使い方に関して言ってんちゃうか。君には木の実が似合いそうだ。似合わへんよ。使わへん宣言してるのに。いっぱいおるな、なんかあいつら。この入り江のところにおかしな洞窟の入り口があるじゃろ。以前は天然の洞窟だったがマグマ団とかで連中が改造してあんな風にしたんじゃ。あー、行くことになるんでしょうな。これをあげる。寝ぼけているからこれをあげる。何言ってんの。寝る子は育つ。眠って体力回復。寝る子ま、寝るってやつですかね。あとでとりあえずちょっと話聞いてから。ふふふ。今日も奪った物をアジトに運び込んだぞ。アジトにしてんのか。ほん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 。その入り江をおそらくね。この広い世界全てが俺らマグマ団のものになったらポケモンも幸せになれるはずだ。ちょっとした闇営業やもんね、ほんまに。入り江だけにね。私の一番好きなトレーナーは何と言っても、ムロのジムリーダー、トウキ様よ。トレーナーのファン。トレーナーのファンなんや。ジムリーダーを倒してるという強いトレーナーが現れたらしいんだ。僕です。ファンになってください。かっこよくて強くてそれでいて優しい僕です。見といて、覚えといてくださいよ。顔やりますぜ。マグマ団の連中が入り江で吠える子をトレーニングするんだよ。へえ。海辺の宿で波の音を聞きながらのんびりお昼寝をしていたら私のポケモン取られちゃった。ポケモン盗まれた。民宿モナミ。ポケモン盗まれることあるんや。テレビ出る。ポケモンの魅力でお客様が倍増したって。そやな、確かにポケモン
カフェみたいなやったらめちゃくちゃ良さそうやね。観光もさっぱりなんや、マグマ団のせいで。ピカチュウカフェみたいなやったらさ、めちゃくちゃ良さげやん。マスターランクか。無縁の場所やな、もう。お？あ、通信やってるわ。みんなでコンテストしてるんだ。四つ子。四つ子生まれた。頑張ったなぁ。おばさんはポロック名人。ちょいっと本気を出せばすごくいいポロックを作れるのよ。へぇ。ポロックには滑らかさってもんがあるの。ポロック見ればわかるでしょ。滑らかさは数が少ないほどいいの。ここ間違っちゃダメよ。少ないほどいいねや。滑らかさの数字が低くてレベルが高いのはいいポロック。いいポロックはたくさんポケモンが食べてくれるんだから。はあ、滑らかなポロックが作りたかったら削らないでいろんな種類の木の実で作ってみるのよ。混ぜた木の実によって滑らかさが違ってくるんだから。なるべく大勢で作った方が滑らかなポロックができるのよ。誰でもいいからお願いして一緒に作ってもらいなさいよ。なるほど。いや、いないんすよ、そんな。連れがいないんすよ。その子らね、一緒に4人でやれるからいいけど。タイドリップ後、カイナシティにて建造中。あー、ここな。これ、ショートカットいつか繋がるってことですかね、これ。連絡線。前あったリニアみたいなことかな。あったっすよね、なんか。ちょっと遠くを繋ぐやつ。これそうかもしれん。まあ、空を飛ぶが手に入ればあまり関係のないことではありますが、あとジムはないのか。うん。60年前ここでおじいちゃんがわしにプロポーズしてくれた時からこの海は美しいままですのじゃ。灯台、ゴールドスプレー。なんでこれが虫除けおっさん。灯台、なんかあんのかな。なんかありそうでなさそうで、なさそうでありそうで。こっち後やんね。とりあえずサファリゾーン気になるでしょう。何にしてもまずサファリゾーン行こうかなと思うんですが。ポケモン回復した方がいいんですよね。女子と戦っちゃったんで。まあサファリゾーンからやわ、まずは。で、まあ理想はちょっとレアっぽいやつの鳥っぽいやつを見つけれたら、まあ理想の理想、サファリゾーンでって感じには思ってますけどね。まだおるわ、レベル26もなって。おい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 、飼い主も捨てられたんじゃない、飼い主に。自然やったら進化するでしょ。かわいそうやわ。一時のブームに乗ってジグザグマを飼ってはこうやってねえ捨てるやつもおるから、めちゃくちゃしとるわ。出た、うわー、ついに出ましたね。まあかわいいな、ついに出たな。10万ボルト機関係だな、神谷には。うわ、それでもめちゃくちゃ強い。ピカチュウはそもそもやっぱ強さもあるからね。あ、似てるわ、すごい神谷と似てる、かぶってるわ。ピカチュウ手に入れたら確実に神谷がクビになる、そのかわいそうさがある。ついに持っとったな、ついに見たな。まひってるし、ほんでついに見せてもらいましたね。ほう、世界各国を回ってきたの。じゃあレアなやつ持ってんねんね。これでお前ジグザグマやったらしばくぞマジで。ライボルト、おーおお、なるほど。いや、ジグザグマやったらマジで芝居だろうと思ったけど、まあまあまあ、逆にこだわりを感じるけどな。逆にジグザグマやったら
世界各国回った上でカローラ乗ってますみたいな感じだもん。かっこええなっていう。逆にかっこええ。インドメタシンは能力アップですよね。よし、到着しました。では次回にしようかな。サファリゾーン行ってみたいと思いますので、ちょっと楽しみでございます。